ジオストームは2017年にアメリカ合衆国で公開された SF 災害映画。監督はディーン・デブリン、主演はジェラルド・バトラーが務めた2019年。災害史に残るような規模の自然災害が多数発生した後、18の国が共同で国際気象宇宙ステーションを中心とした人工衛星のネットワークにより気象をコントロールするシステムを構築し、 ダッチボーイと名付けた。システムの総責任者であるジェイク・ローソンは、緊急時に、上司の承認なしに異常気象を防いだために、アメリカ合衆国上院のサモン会に呼び出され、サモン会の議長を務めるトーマス・クロスを罵倒してしまう。ジェイクは更迭され、弟のマックスが公認となる。2022年、アフガニスタンで一つの村が、村人ごと凍りついてしまうという事態が発生する。 アンドリュー・パルマは緊急会合を開催する。気象コントロール衛星の不具合が疑われるが、X を管理している合衆国の責任を回避するため、パルマは X の管理権が国連に移る2週間後まで詳細を隠蔽することを決断した。マックスの抗議に応じ、パルマは X に追加の人員を1人だけ送ることを許す。デッコム国務長官はマックスにジェイクを勧める。 職を失ったジェイクは、妻と離婚し、フロリダ州で怠惰な日々を送っており、訪ねてきた弟の誘いを一度は断るが、X に戻ることを決める。X では、アフガニスタン管轄の衛星のデータをハードディスクにコピーしたエンジニアが宇宙空間に放出されて死ぬ。香港でも異常な気温上昇が発生し、大規模な陥没と火災が発生する。X に到着したジェイクは、 ステーションの司令官を務めるウテ・ハスベンダーに出迎えられる。香港管轄の人工衛星の不具合を調べようとすると事故が起きてデータはすべて失われる。マックスは香港の部下チェンから香港の気象を管理する衛星にアクセスできないと報告される。チェンは地球規模の破滅的な嵐ジオストームの危険性をマックスに告げる。マックスは サイバーセキュリティ担当者である友人のデーナの協力で衛星にアクセスしようとするが、アクセスはブロックされている。チェーンはアメリカに来るが何者かに襲われ、マックスにゼウスとつぶやいた後に息を引き取る。ジェイクとウーテは船外でアフガニスタン管轄衛星のハードディスクを回収するが、事故により生命の危機に襲われる。内部スパイの犯行を疑い、回収したことを隠す。 さらに、衛星の故障を招いたウイルスを発見する。マックスはガールフレンドで、シークレットサービスのサラ・ウィルソンの協力を得て、ゼウスが破滅的なジオストームのシミュレーションであることを発見する。ジェイクは、ダッチボーイをリセットして、ウイルスを除去するために、パルマだけが知る停止コードの入手をマックスに依頼する。誤作動する衛星の仕業で、東京やリオデジャネイロで異常気象が起き、 ジェイクは交換衛星を故障した衛星に衝突させて食い止める。だが X では自爆シークエンスが始まり、ジェイクはソフトウェアエンジニアのダンカンがウイルスを仕込んだことを知って殴り倒し、直後にダンカンは自爆に巻き込まれ死亡。モスクワやムンバイでも異常気象が起きる。クルーをシャトルに乗せて脱出させた後、ジェイクはリセットのため X に残る。マックスは パルマが民主党大会に出席するオーランドが次の異常気象の出現場所であることを知る。マックスはデッコムに助力を求めたが他国を弱め大統領及び他の後継候補を殺し大統領の座を狙おうとしたデッコムこそが一件の主犯であり、デッコムはマックスを殺そうとする。停止コードは大統領の生体認証であることを知ったマックスはサラと共に大統領を誘拐する。 三人は大統領を殺そうとするデッコムの手下から逃げ、最終的に手下を倒しで、コムを捕らえる。ジオストームがドバイを襲う中、マックスとサラは大統領をケネディ宇宙センターに連れてきて停止コードを X に発信する。ジェイクは、ウーテと協力してコンピューターをリセットし、制御を NASA に移して、ジオストームを食い止める。X の自爆は止められず、二人は、 交換衛星に乗って脱出し、シャトルに救助される。半年後、ジェイクは再建され、国際委員会が運営する、ダッチボーイの主任エンジニアとなった。2014年4月11日、ジェラルド・バトラーが、ディーン・デブリン監督の新作で主演を務めることになったと報じられた。7月7日、本作のプリプロダクションがスタートした。8月15日、ジムスタージェス。 アビー・コーニッシュ、エド・ハリス、アンディガ・ガルシアの起用が発表された。19日、アレクサンドル・マリア・ララが本作に出演することになったという報道があった。9月26日、キャサリン・ウィニックの出演が決まった。10月8日、エウヘニオ・デルベスがキャスティングされたと報じられた。当初、本作の制作費は8100万ドルを予定していた。 本作の主要撮影は2014年10月20日にルイジアナ州ニューオーリンズで始まり2015年2月10日に終了した。劇中の NASA でのシーンは実際に NASA の施設を借り受けて撮影されたものである。2015年12月に行われたテストスクリーニングでの評判が著しく悪かったためワーナーとスカイダンスは1500万ドルを投じて 再撮影を行うことになった。ジェリー・ブラック・イマーをプロデューサーに迎え、再撮影分の脚本はデータ・カログリディス、演出はダニー・キャノンが担当することとなった。なお、再撮影中にウィニックが降板することになったため、代役としてジュリア・デントンが起用された。ワーナー・ブラザース映画は本作のコマーシャルのためにドッキリを仕掛けた。ニューヨークのとある区画を貸し切り、 その区画が大寒波に襲われて凍りついたかのように装飾したのである。ドッキリに協力しているタクシードライバーが客を乗せてしばらくするとニューヨークを突如として大寒波が襲いましたという偽のニュース速報が流れ、その後に装飾した区画に入るというものであった。最初は半信半疑であった乗客も成功な装飾を目にして慌てふためくこととなった。 その動画は2017年10月16日に YouTube 上で公開された。日本ではサンリオキャラクターのグデタマ東京都台東区東上野にある銭湯、ことぶきゆとのコラボも実施、レジェンド松下の実演販売を取り入れた予告動画も YouTube 上で公開された。当初の予定では本作の全米公開日は2016年3月25日になっていた。 しかし、2014年8月、ワーナーは本作を公開スケジュールから引き上げ、その日には、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生を公開すると発表した。12月11日、ワーナーが本作の全米公開日を2016年10月21日に再設定したと報じられた。2015年9月、ワーナーが 本作の全米公開日を2017年1月13日に延期することを決めたと報じられた。2016年6月、ワーナーは本作の公開日を再度延期し、2017年10月20日に全米公開すると発表した。本作は、マデア、おばさんシリーズの新作、タイラー・ペリーの、また出たぞー。マデアのハロウィーンに、ジョーニス・ボの小説を映画化した。 スノーマン雪闇の殺人鬼、ジョセフ・コシンスキー監督の新作、オンリー・ザ・ブレイブ、宗教映画、奇跡の絆と同じ週に公開され、公開初週末に1000万ドルから1200万ドルを稼ぎ出すと予想されている。2017年10月20日、本作は全米3246巻で封切られ、公開初週末に1370万ドルを稼ぎ出し、 週末興行収入ランキング初登場2位となった。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには49件のレビューがあり、批評家支持率は10%、平均点は10点満点で3.4点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は印象に残る特殊効果や練り上げられた登場人物、 感動的な物語が欠けている。ジオストームは壮大な規模の災害映画として制作されたはずなのだが、完成品は映画災害とも言うべきものになってしまった。となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、荷重平均値は21、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。ありがとうございます。